昔あるところに小さな貧しい島がありました。この島には田も畑もなかったので、男たちは皆沖へ出て魚を取るよりほか仕方ありませんでした。さてその島にサスケというちいと頭のぼんやりした一人の少年がおりました。この少年は頭がぼんやりしていたおかげで、年頃になっても海へ連れて行ってもらえないのでした。おっか、おらも海に行きてえだ。サスケよ、なんもおまが海に出んでも、おっかがこうして干し魚作っとるけ、二人して暮らしてゆけるでねえだか。船が出るぞー。おらちょっくら行ってくる。サスケはこうして毎日丘の上から、おらも海に行きてえだなあ、そう思いながら港に船が出たり入ったりするのをぼんやり眺めていたのです。そんなある日のこと、港が久しぶりに大漁でにぎわっていたある日、サスケは思い切って船の船長に漁へ連れて行ってくれるよう頼み込んでみることにしました。でもやはり断られました。何度か試みたある日、親方、お願いしますだ。おら何でもやりますけん、一生懸命働きますけん。そんなにまで言うならの、なら貸し切でもええだか。はい。なら次の寮から連れてってやろ。しっかり働くだど。はい、ありがとうございますだ。こうしてサスケは貸し切として船に乗り込むことになりました。貸し切というのは船の炊事係のことです。それでもサスケは嬉しかったのです。魚の大群だぞ。網の用意をせよ。よし、来たか。ありゃまあ、こりゃ甲板がいっぱいや。おらおらするんじゃねえぞ。はい。えいさ、おいさ。えいや、こぐせ。どっこいせいのせ。一日の漁が終わって漁師たちがぐっすり寝静まった頃、貸し木の仕事はまだまだ残っていました。みんなの食べ残したものを片付けることです。サスケはどんな食べ物でも神様から授かったものだから粗末にしてはならないとおっかあから教えられていました。だから食べ物の残りを捨てる時でも、おいおに食べさせてやれば喜ぶじゃろ。おらたちおいおがいるおかげで暮らしてゆけるだでな。おいおというのはお魚のことなのです。おいお、お上がり、お上がり。おいお、うっそ、うっそ、うっそ、うっせ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 。おいお、お上がり。サスケは毎日夜になると魚に餌を投げてやることを忘れませんでした。魚たちもいつしかこれを覚えて、だんだん船の周りに集まってくるようになりました。それから何年もの月日が経ちました。でも相変わらずサスケは一人前の漁師にはなれず、貸し木のままでした。サスケは嫌な顔一つせず、人の嫌がるようなことでも進んでやるのでした。そんなある日のこと、サスケの乗った船は魚たちの群れを求めて今までになく遠くの海まで出かけたのでした。ところがどういうわけか
一匹の魚も網にかからないのでした。まったくしょうがねえな。海の神様に見放されちまったか。よし、今日は早島にすべ、怒りを下ろして飯だ。こうして漁師たちはその日、早くご飯を食べるとぐっすり寝込んでしまいました。でもサスケだけは別です。みんなが眠った後も一人で遅くまで後片付けをしました。そしてその夜もいつもと同じようにサスケは魚たちの餌を持って船べりへやってきました。おいお、お上がり、お上がり、おいお。ところがやっぱり魚はいませんでした。やっぱしいねえだか。まあ、朝にでも来て食べればええだ。神様、明日は魚が取れるようお願いしますよ。サスケはそう言って船蔵へ戻っていこうとしました。とその時、あれ、波の音がしねえな。あ、これは一体どうしたことだ。サスケはもう一度甲板へ戻ってみました。と、どうでしょう。大変だ、海がねえ。見渡す限りの砂漠でした。今まであれほどざわざわとどよめいていた海が跡形もなく消えて、まるで嘘のように砂漠が横たわっているのでした。信じられ。いて、夢でね、みんなに知らせた方がええだかな。でもどうせ嘘だと言うだで、そんだ明日みんなを驚かしてやるべ。サスケはそう決めると砂の上に降りてみることにしました。やっぱり砂だ。不思議なこともあるもんだな。あれ、まあ、なんとまあ綺麗な砂だでや。この砂で鍋磨いたら綺麗になるだど。ちょっくら行ってくっか。サスケはこれはいい磨き砂が手に入ったと大喜びで桶にいっぱい砂を詰めると船蔵へ持ち帰って眠りました。サスケは朝一番に起き出すと早速甲板へと飛び出して行きました。と、外にはいつものように広い広い海が見渡す限り広がっているばかりでした。サスケは船蔵に戻って早速夕べ見た砂漠の話を聞かせました。ところが漁師たちはゲラゲラ笑うばかりで誰一人信じようとはしません。それどころかしまいにはサスケのやつとうとう頭がおかしくなったと大笑いするのでした。おら、頭がおかしかねえど。サスケはとうとう怒って部屋の隅に置いた夕べの砂のところへ行きました。ああ、どうしたどうした。砂が金になっとるだ。なんだと。金だ。サスケ、おめえどっから持ってきた。あ、これ何騒いどるだ。おやかった。あ、実はサスケ一体どうしただ。実はサスケは夕べの出来事を話して聞かせました。こりゃ海の神様の授かり物かもしれねえな。のみなのしゅう、サスケはいつもぼんやりじゃぼんやりじゃと言われながらも貸し木の仕事を一生懸命やっとった。残りもを無駄にせんと海の魚たちにいつも分けてやっとった。これはサスケの優しい心遣いに海の神様が感謝なされたとしか思えんの。のみなのしゅう、それならこの授かりもんは他の誰のものでもね、みんなサスケのもんじゃ。わかったか。こうしてサスケは島へ帰ってから
大変立派な長者になりました。でも長者になってからもサスケは物を粗末にせず、島の人たちのために大きな船を買って幸せを分かち与えたということです。そんなわけで島の人たちは今でも海に残り物を捨てるとき、この貸し木長者にあやかろうと、おいをお上がり、おいをお上がりと唱えるのだといいます。おい、気をつけろや、気つけるだどー。